ポケモンクエストこんにちは、土岡です。いや、未だにね、ポケモンクエストの動画にね、あのポケモンクエスト新しいの出してくださいってめちゃくちゃ来るんですけど、もうね、5年前のゲームですからね、ポケモンクエストって。ただ、おもちゃ屋さんでね、ポケモンクエストのつなげてポクセル、リーメントのやつ売ってたんで、ちょっと買ってみちゃいました。ポケモンクエスト可愛いよね。初代だけじゃなくてね、続編も期待してるんだけど、まだかな。ゲームラインナップはね、ピカチュウ、イーブイ、不思議だね、人影、ゼニガメ、コイキング、ヤドン、カビゴン。僕この中だとね、コイキングが一番の欲しい当たり方、ちょっと可愛いよね。でケーブルをなんか挟んでくれるやつ、あとカビゴンも欲しいかな。さあ何が出てくるか、久しぶりのね、あの鍋からのポケモンがこうやって寄ってくる感じ思い出しながら開封していきましょう。誰が来るかな。ドン、でっ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 、お、ゼニガメか。え、違う、あ、当たった普通に欲しいやつ当たった。ちょ待って、これ賞味期限大丈夫これ。一応これ本当にね、2018年のガムなので、ちょっとガム食べるの怖いな。ガム食べるの怖いけど当たりました、コイキング。ちなみにね、箱で買うと全種類揃うシステムなんだけど、リーメントってつなげすぎでしょこれあの線がうざったくてしょうがないわ。僕的に当たりのコイキング出てくれました。やったね。これでコードの根元をキープしてくれるってやつ、ちょうどいいや。 iPhone のやつに使おうとやりました。なかなか可愛くていい感じ。ゲームの方もね、久しぶりやろうかと思ったんだけど、あのセーブデータがね、ちょっと前のスイッチに入っててね、ちょっとなかなか今ね難しいかな。またね、続編金銀バージョンとかね、出るの待ってます。未だにね、フーディーンの色違いのやつとかめっちゃコメント来るからね。ポケモンクエスト遊んでる人まだまだ結構いるのかな。はい、ということで、奇跡的にね、近くのおもちゃ屋さんに売ってたリーメントのね、ポケモンクエストつなげてボクセル、開封してみました。またね、あの土の子ちゃんが、ショートがメインですけれども、ミニチュアゲットしてるので、よかったらそちらも見てください。それでは土の子でした。バイバイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。